緊急事態宣言によって多くの飲食店が通常の営業ができなくなり経営も打撃を受けていますそんな中日本に来て20年になる中華料理店の店主が毎日無償でお弁当を提供し続けていますその数1日500人分で毎日のコストは約10万円それでも続けるのには理由がありました店長の李さん45は遼寧省出身です 日本に憧れて1998年に日本語学校で勉強するために来日しその後専門学校に進学しました卒業後に貿易会社に就職中国へ出張する機会が多く天津に本店がある火鍋料理の店つどもえゆ火鍋の味の虜に学生時代にアルバイトとして飲食業に携わっていたこともあり料理人になることを決意しますそして 2013年に念願だった自分のお店三つどもえゆひ鍋べンバタンを開きました火鍋料理のしゃぶしゃぶのほか串焼きなど四川料理から東北料理まで200から300種類を常に提供しています現在は錦糸町と新宿に2つのお店を持っており李さん自身日本に帰化しましたお弁当の提供を始めたのは4月14日からですお得意様のことを考えると 何らかの形で料理を提供しようと思いこれまではやっていなかったお弁当を始めました4月7日に政府が緊急事態宣言を出したことで李さんも4月10日から店を休業にしようと考えていましたところが顔なじみのお客さんから店の開店状況や出前に関する問い合わせが相次ぎましたはじめは常連客へのサービスとして 無料でお弁当の提供をしようと思い200人前を用意したという李さん初めて見ると予想以上の人がお弁当を求めて店にやってきたそうですそれだけ生活が苦しい人が目の前にいるそう感じた李さんは4月14日から500人分に増やし無償提供毎日500色の張り紙も店外に貼るようにしましたお弁当は麻婆豆腐、チンジャオロース、ホイコーロー 野菜炒め、麻婆、茄子など毎日4、5種類用意しています。お昼と夜2回のお弁当を提供し、昼と夜のおかずも違うそうです。李さんが自慢するのは、お店特製のから揚げ弁当です。味がしっかり染み込んでいて、中華風、美味しいと評判ですよと胸を張ります。